海上自衛隊最新鋭護衛艦もが、三型5番艦矢作の進水式が行われ、今年12月に就役、異次元の建造能力にびっくりしています。今回は、も、が、三型 FMM で見える、日本の防衛力を詳しく考察していきますね。数年で、この建造スピードは、中国を超えたね。海上自衛隊では、昨年2022年より、新型の護衛艦であるもが、三型の実戦配備を順次進めており、一番艦で、ネームシップの、も、がみが、4月、二番艦の、熊野、が、3月と1ヶ月違いで、神奈川県の横須賀基地の掃海隊群に、就役を果たした。そして、12月には、3番艦の、の城が、長崎県の佐世保基地の護衛艦隊に配備され、今年2023年は、3月に、4番艦の、三熊、12月に、5番艦の、矢作が、それぞれ就役を迎えることが予定されている、状態である。このように、今年2023年度以降ハモが三型護衛艦は、毎年2隻ずつ、が新たに実戦配備される計画となっており、総数で47隻体制だった海上自衛隊の護衛艦の体制は54隻と7隻の純増を目指して強化されつつある真っ最中だ。今後の世界情勢の変化や軍事技術の進歩を鑑み、同一の艦種を多数建造することに対する慎重論もある中で、もが、三型は今後の海上自衛隊の中核をなす水上戦闘艦として、現時点では、合計で、総数22隻の建造と、運用期間40年が見込まれている。も、が三型護衛艦は、今後は、一部の老朽化し、退役を行う護衛艦、艦首揮号、DE の座を肩代わりする、位置づけの艦艇であり、これまでの海上自衛隊に存在しなかった、多機能な護衛艦、艦首揮号、FFM となっている。このもが三型護衛艦に付与された艦首揮号の FFM とは、艦艇の規模がフリゲート艦であることと、多機能、マルチパーパスと、機雷、マインを意味することから、名付けられたと言われ、艦の性格をよく表している。も、が、三型護衛艦は、フリゲート艦としても、決して小さくはない艦艇でありながら、従来まで、ハモット小型の専用の掃海艇が行ってきた対機雷戦闘を実施する能力を内包しており、南西諸島の島嶼部に向けた展開が予期される。このためもが、三型護衛艦には、対機雷戦闘用に、2種類の無人機を運用する能力が付与されており、機雷探索を担う無人機である UUV の OZZ-5 と、発見した機雷を水上で排除する無人機である USV を搭載している。また、これら UUV の OZ-5 と USV を運用するために、も、が、三型護衛艦本体には、対機雷戦闘専用の OQQ-11 ソーナーシステムが実装されており、島嶼部における水陸両用作戦の一環、このもが、三型護衛艦の最大の特徴とも言えるのは、その外観であり、これまでの海上自衛隊の護衛艦の中では、最もステルス性に配慮して設計されたであろうことが一目瞭然で、船体の中央部と艦橋等の構造物が一体化したかのようなデザインだ。レーダー反射段面積を極力低下させようと、デザインされたもが、三型護衛艦の船体は、傾斜の付けられた直線を基調として構成されており、レーダーセンサ類を含め、極めてすっきりとした、
近未来的な形状を成している。ただし、個人的に破壊したのが、身型護衛艦をはじめ、世界中の水上戦闘艦が、昨今のステルス性能を追求した設計を取り入れた結果として、雷動少尉なデザインになっている現状には、少なからぬ抵抗を感じなくもない。これまでの世界の海軍の水上戦闘艦において感じられたような、各国のお国柄が忍ばれる要素は、ほぼ皆無といって、いいこの傾向は、ステルス性能を得るためには必然なのだろうが、どこか、その味気なさが、気にはなってしまう。も、が身型護衛艦は、その推進方式には、コダグ、コンバインのディーゼル&ガスタービンを採用しており、これは、低速時や通常航行時には、燃費に優れるディーゼル機関を用い、加速時や高速時には、それに、ガスタービン機関も稼働させる仕組みだ。これによって、ディーゼル機関とガスタービン機関のそれぞれの長所、メリットを最大限に発揮させる組み合わせとなっているが、切れ、ゆえに、推進力の伝達を担う機構の技術的な難易度が高く、よって、製造には高コストが必要になる。そうした側面もあることから、このコダグ、コンバインのディーゼル&ガスタービン方式が採用されているのは、海上自衛隊の護衛艦の中でも今ハモが身型のみであり、他でも11号魚雷艇しか存在していない。この傾向は、世界的に見ても同様であり、コダグ、コンバインのディーゼル&ガスタービン方式の採用は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦たる、フリーダム級やインディペンデンス級などの艦艇等しか見当たらない。も、が、身型護衛艦には、ドイツの満車製のディーゼル機関が2機、イギリスのロールス・ロイス社製のガスタービン機関が1機搭載されており、これらの合計で、7万馬力の最高出力を発揮、最高速度も30ノットを誇る。ちなみに、アメリカ海軍のフリーダム級とインディペンデンス級は、両級とも2機ずつのディーゼル及びガスタービン機関を搭載しており、前者が115,400 馬力で45ノット、後者が 83,406 馬力で40ノットと非常に強力である。馬力の面も、ともかく、これらの沿海域戦闘艦は、ウォータージェット推進を実装しているために、とにかく高速だが、後継のコンステレーション級フリゲートでは、コッドラグ、コンバインのディーゼルエレクトリック&ガスタービンに変更されている。これによって、コンステレーション級フリゲートの最大出力は、4万6000馬力、速度も26ノットと低下しているが、アメリカ海軍でも、こうした艦艇に、絶対的な速度を求めるより、コストを重視した設計に転換されていることが伺える。さて、若干話が逸れてしまったがも、が、身型護衛艦は、兵装としては、対艦、対空、対地攻撃に使用可能なマーク、45、62口径5インチ単装砲を1機、国産の17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔を2機、固艦防御用のシウスとしてはシーラムの11連装発射機を1機搭載している。また、ブローニングの M20 機関12丁を RWS リモートウェポンステーションとして遠隔で操作可能な無人型の重火も2機備えており、対空及び小規模な水上目標への攻撃にはこれらが活用されることが想定されている。しかし、何と言って、モモが身型護衛艦の主兵装は MK41、VLS だと思えるのだが、こちらは予算とそこで運用されるミサイルの検討を行うために後日の装備とされ、一応16セル分の搭載が可能なスペースが確保されているにとまる。これまでこの16セルのマーク41 VLS から
運用されることが決定していたものは、対潜水艦用の07式垂直発射魚雷投射ロケットのみであったが、2022年12月16日に閣議決定がなされた防衛力整備計画で追加が打ち出された。そこでは、現在開発中である国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型等の搭載を見込むと言及されており、この開発に時間を要する場合には、これも現在検討されているトマホーク巡航ミサイルも候補となる可能性があろう。も、が味方護衛艦で起立されるべき最大の特徴といえば、乗組員数がこの規模の艦艇にもかかわらず、わずか90名と小人化が進められている点で、直接の代替対象となる阿武隈型護衛艦の120名からしても、30名もの削減を実現している。これまでの海上自衛隊は、伝統的に、小人化への取り組みが、世界各国の海軍に比して進んでいないと指摘されることも多々あったが、この藻が味方護衛艦は、現時点では間違いなく、世界で最も精進化が追求された水上戦闘艦の一つである。